はい、皆さんこんにちは。9月11日の午前2時の発表会でね、 iPad 第7世代が発表されました。大きな特徴としてはエントリーにこだわったというねところでしょうか。そして画面サイズが 9.7 から 10.2 インチになり、解像度も上がっています。でボディサイズがね少し大きく重くなっています。でスマートキーボードに対応したというねところもね大きいのかなというところ で、あとはねチップについてはね A10 据え置きでしたね。で日本では3000円から4000円の、ね、値下げが行われているということで、まあ、このエントリープライスとしてねより買いやすいお値段になったのではないかと思います。でこちら外観のデザインですけども、パッと見ねデザインはね変わってないんですね。ただサイズが変わっております。このように第6世代もね前のものと比べて、まあ少しずつね、大きくなっているんですね。高さと幅、厚さについてはね同じです。で重さもねちょっとね重くなっているというねところですけども、で興味深いのがこちら iPad Air 第3世代とね、同じ高さと幅なんですね。厚さは違うものの、まあ、このあたりね同じにしてきて、まあ、それがスマートキーボードの共通化にねつながっているのかなというねところですけども、はい、それでディスプレイですけどもこちら 10.2 インチということでですね、でこれ発表会のまとめ動画の、訂正になりますけども、まあ、このようにね発表会では某アメリカでよく売れているラップトップ PC と比べてこのように 3.3 倍のピクセルですよとか 2.5 倍の明るさ、そして視野角が 3.7 倍ですよっていうね表現をしていたということ で前のモデルと比べるとサイズと解像度ですね、あとは、エアと比べますとフルラミネーションとトゥルートーンがあるかないかというね、まあ、そのあたりになるでしょうか違いは。あとはね色域がなんかね、特に規格が書いていないというところで、プロ2機種、10.5 インチは廃盤ですけどね、まあ、それらと比べると、プロモーションテクノロジー、まあ、これリフレッシュレートが 120Hz あるかないかですけども、おそらく、今回のは 60Hz だと思います。はい、それでチップについてですが、チップについては第6世代と同じ A10 フュージョンを採用したということでね、まあ、このあたりコストの絡みとかもあるでしょうか。で Air と比べますと第2世代の、ね、違いがあるということですね。そしてこれプロ2機種だとこの廃盤の 10.5 インチがですね A10X なんですよね。で、まあ、X 付きなんで、まあ、ここでの比較はプロ 10.5 インチの方がグラフィックにね強いのかなというね感じですよね。で同じく発表会ではこのように某ラップトップ PC と比べて、まあ、この A10 でも2倍の速さを持っていますというね、まあ、そういうプレゼンをしていまして、やはりね家庭用のエントリーのラップトップの市場に入っていきたいというね意思が非常に感じられます。でカメラについてです。でまずはバックカメラですね。これはねパッと見第6世代とね全く同じで、あとはエアーともね自動 HDR と公式キャプチャー以外は同じというね、まあ、そんな感じで8メガピクセルのカメラがついています。でプロ2機種との比較はやはりねこの画素数とあとはフラッシュがあるかないかというねところが大きく違いますね。公式キャプチャーも違いになっているでしょうか。はい、それでビデオ撮影ですけども、こちらについてはですね第6世代 Air と比べてスペック上は、ね、全く同じですね。 1080p の 30fps までの撮影となっていますね。まあ、実際細かい改良がされているかちょっとねわからない部分があります。でプロ2機種と比べるとやはりねこの 4K が撮れるか撮れないかという差が大きいですね。まあ、その他はね手ブレ補正がねちょっと違うのかなというねところになっていますけどもね、スローモーションも撮影できるね、範囲が違うというね、まあ、そんな感じになっております。はい、それでフロントカメラですけどもこちらはですね第6世代とは変わっていないというところ でただね Air と比べるとこの画素数がね全然違うんですよね。まあ、それによって撮れるビデオの解像度も変わってくるというところ でまた公式機能キャプチャーも条件としてはね変わってくるというね感じですけどもね、まあ、このあたりね Air とちょっと差がある感じがいたしますけども、であとはプロ2機種と比べますと、まあ、ここはもうねこの11インチはねトゥルーデプスカメラですからねだいぶ違いますけども、でこちらについてもね 10.5 インチと、ね、画素数がねだいぶ違うような感じで、まあ、撮れるね解像度が変わってきます。で Apple Pencil は第1世代に対応しています。でこのようにねあとはロジクールのねクレヨンも対応してますから、まあ、この学校なんかはねロジクールのクレヨンなんか
もう接続が簡単なんでね、いいですよね。でバッテリーの方です。でバッテリーについてはですね、これほとんど同じのようですけども、で第6世代、こちらもパワーデリバリーの、ね、高速充電対応してなかったですから、おそらく対応してこないと思います。エアについてはパワーデリバリーにこそっと対応しているんでね、まあ、このあたりが変わってくるかなというところで、ただ使える時間は、ね、変わらないんですね。であとはプロ2機種と比べますと、ね、こんな感じで、やはり、ね、急速充電パワーデリバリーに対応しているかどうかと、まあ、11インチについてはね、USB-C という、ね、感じですね。でその他ですけども、このローミング時に、ね、使う Apple SIM っていうのが物理 SIM であったと思うんですが、この第6世代では、ね、物理 SIM を挿さないと、ね、いけなかったんですが、まあ、今回は、ね、その eSIM になったんで、まあこれ前のやつを、ね、挿したまんまでローミング契約ができるという、ね、感じですよね。で、まあ、その他第6世代と比べてギガビット LTE になったこととかね、ただなんかねダウングレードでタッチ ID がね第1世代になったっぽいんですね。第2世代という表記がわざわざしてなかったんでね、まあ、このあたりねちょっと、差が出てくるのかなという気がしますけどね、まあ、スマートキーボードに対応したのはね大きいのかなというところですが、プロ2機種と比べるとねやはり大きな違いはスピーカーの数ですよね。まあ、プロはね本当音質のいいスピーカーですからね、まあこの迫力がねちょっとやはり、2スピーカーだと変わってくるというのはね実際あるでしょうかね。 Wi-Fi もちょっと違うみたいですね。で価格の方です。でこれ右端が第6世代です。で真ん中が第7世代ですけども、32GB で3000円、 128GB で4000円ほどね下がっているということでね、これやっぱりねアップルの努力の成果ということで、まあ、これ結構ね日本としては嬉しいという、ね、感じですよね。そして、まあ、これ余談になっちゃいますけども、iPad Pro の2機種の 1TB のストレージのものがですね、軒並み値下げになったということですよね。でその他今回第7世代についてはやはり Air とも、ね、Mini とも容量違いますけども下をいった価格帯を取っているということでね、まあ、とっつきやすいエントリーに徹しているという、ね、ところでしょうね。であとは良かったこと気になったこと、まずはねエントリーにこだわったプライスっていうのは非常に良かったですよね。でスマートキーボード対応も良かったし、ディスプレイ解像度のねアップも良かったです。ただ気になったのはね、まあ、そのディスプレイサイズのアップに伴ってボディが大きく重くなったってことはありますけど、まあ、ここはね致し方ないでしょうか。でそれに伴ってねこのオフィス有料ディスプレイサイズになっちゃったんですよね、マイクロソフトオフィス。まあただね学生さんはね学校が契約しててただっていうね話もよく聞くんでね、まああんまり問題ないのかもしれません。 A10 チップについてはねやはりコストを重視したのかなという感じはいたしますよね。で予約注文すでに始まっています。9月30日発売ということですね。でまあ、今回ですねものすごい最新テクノロジーはなかったんですけど、やはりね初めて iPad を買う方とか学生さんとかですね、あとはまあこれ一括購入教育現場とかね飲食店営業ツールなど業務用としてね価格にこだわった部分っていうのは大きいんじゃないかと思います。ただね法人営業しやすいんじゃないかと思うんですよね。でやはり私としてはね iPad が新時代の家庭用コンピューターとしてねまあ、入れ替わっていくのね、PC と入れ替わっていくっていうのがとっても嬉しいですよね。初期の iPad に失望した方も再び試せるチャンスではないかと思います。カメラについてはね8メガピクセルのフラッシュなしですけど、まあ、ミニ5なんか使ってるとね必要十分ではないかななんていうふうにね私は思います。こだわる方は、そういう時はね iPhone で撮影してエアドロップすればいいというね、まあ、そんな感じはいたします。でスマートキーボード対応はですねサードパーティーのキーボードを探す手間がなくなりますけど、まあ、お値段的にはねちょっと高いですよね。しかも背面がカバーされてないってことでね、まあ、そこは注意しながら買った方がいいです。サイズについては Air 3とね共通になっているようですね。いやまあ入学祝いとかね高齢者の家族のプレゼントなんかに、しやすい価格なのかななんていうふうにね、思いましたけどね。まあ、これねハードルの低い価格となっています。まあ、そういう意味でね私は存在価値のある iPad ではないかななんていうふうにね、思いました。まあ、iOS から iPadOS に変わってですねますます使いやすくなっていくのかななんていうふうに思います。それではまた。
この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。